アルバート・ツアイの息子であるデイブ・パックとして ABC コメディのケン博士に出演しました。シリーズが初演された直後、ツアイはエンターテインメントウィークリーの2015年のベストチャイルドアクター12人の1人に選ばれました。2016年、ツアイのゲストは CW コメディクレイジー X に出演しました。ガールフレンドはピーボディシャーマンショーで キャラクターの声を出し、第1回ヤングエンターテインメントアワードで、テレビシリーズの最優秀若手俳優を受賞しました。2017年、イのゲストは旧 JKL パイロットに出演し、CBS のファミリーコメディの最初のシーズンの定期シリーズに昇格しました。2018年に、イはキャストされました2018年10月12日に、初公開された、 ディズニーチャンネルの新しい実写コメディコープキャミアスクザワールドでフレットとして2019年ツアイはドリームワークスのアニメーション機能でペンとして主演しましたフィルムイマーシーユニバーサルピクチャーズありがとうございます